よし、なんだ今ここら辺を、うんうんうん、すげえ完全に聞こえるね。おお、そうだね、昔はここでやられてたけど、あ、いるわ。視聴者を見たおかしい動画に映り込んだ心霊映像。はいはい、大人気コーナーだね。カキ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 、あら、視聴者さんが、視聴者さんがね、書き込んでくれましたんで、ありがたいでございます。ありがとうございます。まあ、今回はですね、うん、あの皆さんからいただいたコメントをもとにですね、はい、その心霊映像は本物なのかどうなのかっていうのを我々で掃除していこうという企画になっております。はい、はい、今回掃除していく場所なんですけれども、はい、白い家、香港神社、うん、で竹集落ですね、うん、サイレン村の場所なんですけれども、はい、こちらの3つをやっていくんですが、はい、まあ、本当にね、うん、すごいもう発見は毎回ありますから、本当にありがたい話でね、これは、ありがたいよね、本当自分たちの映像って思うよね、それくらい。いや、俺たちの映像にこんなん映ってなかったですって思うくらい、そんなことはない、それくらい恐ろしい、それくらい気づかなかったってことだよね。恐ろしい映像なので、うん、今回見ていきましょう。お願いいたします。その前に我々おかすいは6月までにチャンネル登録者数10万人を目指してますので、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンよろしくお願いします。お願いします。それではおかすい動画に映った心霊現象を掃除していきましょう。ベロリンキャ。数多くの心霊スポットに訪れてきたおかすいが、今回は視聴者様からいただいたおかすい動画に映り込んだ心霊現象コメントを紹介。まずは今はもう入ることのできないこちらから、うん、まず最初は白い家から行きたいと思います、うん、はい、まず白い家なんですが、うん、群馬県では有名な心霊廃墟、うん、ホワイトハウスと、はいはいはい、通称言われているんですが、はいはい、3階建ての白い一軒家で、うん、白い影や白い服を着た幽霊が目撃されているという噂がある場所なんですけれどもね、うんうん、まさにこの3人で行ったところですね。そう、ここ、そうそうそう、まさにまさに。で、中を拝見したのは、はい、マイクしかいないんですよ。そうなんだよね。そうですよ、うん、でも本当にね、すごいなんか外から見てても声すごかったりとかさ、ね、してたからね。で、倍すごいからね、だから中は。あ、そうよな、うん、まあ、そんな中、まあ、視聴者の方たちコメントいただいてますので、はい、見ていきましょう、はい、うん、それでは1件目の視聴者掃除報告コメントなんですが、はい、ちまちゃんさんから、ちまちゃんさん、清掃報告コメント来ております。ありがとうございます。こんばんは、はい、いつもお疲れ様です、はい、お疲れの疲れがね、あれだ、疲れる方の、ありがとうございます。いいね。14分30秒奥の右の方に黒い影が移動してませんかと、ほう、ということで見ていきましょう。ほう、2回足音しなかった今、まあ、マイクが何かに反応しているところからです ね、 ね、何か音がした、この扉の奥に、うん、あ、黒い影が移動してますね。これもう外だよね、これ。もうそろそろかな。もうそろそろなのかな。あ、お邪魔します。怖いな、確かにね。怖いね、開けんの怖いね、確かに。怖いな。ここ。お、あ、いやだ。違う。え？え？何？今ね。今確実に。嘘。今奥の部屋に。ね。右側ふわっと人影がもう完全に。行ってたね、今ね。え？ここら辺を、うんうんうん、ほら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 、うわー最悪、ほら、いや、めっちゃそうじゃん、ほんとすごいんじゃない、だってこんな風に動いてないもんね、多分後ろでもね、そうだね、あれ何人で行ったっけな、いや、タッピーと2人だけなんだよ、だよね、のはずだよね、そうだよね、で、状況的にタッピーはこう撮ってるから、うん、動かない、動かないもんね、だからタッピーはあのライトを持ってるから、うん、その自分の影が映ることはまずないでしょ。そうそうね、確かにね。でも俺動いてなかったし、動いてないね。あ、いるわ完全にね。まあここなんか心霊現象も相当目撃されてる場所だから、うん、まあ間違いないんだろうな、うん、いやもうそうじゃん、世界の YouTuber たちに俺たちのこと取り上げられてもいいくらいで、うん、これアピールしていくしかないよ、アピールしようよね、うん、世界の YouTuber さん、オカルトスイーパーズ白い家、14分30秒、ぜひぜひよろしくお願いします。英語で言えよ。こんなガチガチの日本語で言ったって。え、YouTube って英語にしてくんないの？無理なの？だとしてもなんかもうちょっと頑張れよ、お前。
グッドモーニング朝かどうか分かんねえよ。え、ワールドサイド、ワールドサイド、新世界側です。世界側です。ゴースト YouTuber お化け、お化け YouTuber、 ワールドサイドゴースト YouTuber、 ピックアップオカルトスイーパーズウェルカム。誰が見んだ誰が見んだ今ので。お前いいじゃない、パーフェクト、パーフェクト。でもこれで本当に見てくれたら最高だけど見てくれほしいねこれはね。いや、はい、千葉ちゃんありがとうございました。めちゃありがとうございます。すごい発見ですよね、これは。まだまだ来ております、はい。それでは2件目の視聴者清掃報告コメントなんですけども、はい、うん、ゆりや小林さんからの清掃報告コメントです、はい、ありがとうございます、20分8秒、はい、骨という言葉が聞こえました。どういう意味なんだろう、骨って言ってるっていうことで、見ていきましょう。何かっていう情報が出てないの。骨。何？まあこれはやばい映像なんじゃないのか。そんなことねえよ。確実に骨って言ってるので、これを骨って本当に幽霊っつったらお前信用がなくなるんだよ。これはすごい映像でございます。世界見放しちゃうよ。それはダメ。これは正直に言おう、はい、これタッピーだね。これは完全タッピー、うん、なんであいつ骨って言ったんだろうね。で、この骨っていうコメントがもう 2,3 件来てるんですよ。そうなの。そう、迷惑かけてるんじゃん。そうよ、だから迷惑をかけまくってんですよ。骨って返答がおかしいよ。その本当に何かっていう情報が出てないの。何考えてる。意味わかんない、あいつ何考えてんだよ。別のこと考えてたんだよ、うん、ね、急に骨どうしたんだろうな。肉食いたかったんかな、なんかね、お腹がペコペコだったと。ボーンスティーボーンステーキのこと考えたの。ボーンステーキでね、えということで小林さん、これは、タッピーの声でした、はい、すいません、すいません、コメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで以上がですね、ああ白い家の、清掃保護コメントだったんですけれども、ああ、ね、はい、まあ、一番のところで言ったら、まあそこの床が抜けてちょっと二人が大怪我しちゃうんじゃないかみたいなところがね、不安でしたけど、ギリギリ大丈夫だったけどね、めっちゃ怖かったもんね、あの時ね。はい、ということでね、まだまだ下の方の概要欄に貼ってきますので、はい、皆さん見てください。お願いします、します。続いては鳥居が無数に立ち並ぶあの心霊スポット。はい、続いてなんですけれども、続いてはコンコン神社の心霊清掃報告コメント、出た、見ていきましょう。はい、コン神社ね、はい、コンコン神社はですね、はい、正式名称下飯田稲荷と言われていて、はい、地元の人から恐れられている神社で、はい、境内の狐にいたずらをすると災いが起き、うん、大変なことになるとも言われていると、うん、なるほどね、そういう場所なんですけれども、はいはいはい、まあ鳥居がね、そうね、いっぱいあったからね。まあそれも僕、あなたも行きましたよね。行きましたよ、僕は行ってませんね。3人で行きました。3人で行きましたけども、はい、まあ鬱蒼としててね。そうね、あの狐の置物がすごい数あったじゃないですか、うん、本当にたくさんあった、まあ、ということで、はい、早速見ていきましょう、はい、1つ目の、視聴者清掃報告コメントは、はい、ムーンさんからの、清掃報告コメントです。はい、ありがとうございます。6分23秒、ターチャイさんが話しているのにかぶって女の人の声が聞こえますと。女の人なんていないからね。ねえ、我々スタッフには女の人はもう散々言ってますけれども、うん、絶対にいません。いません。はい、ということで見ていきましょう、はい、これはすごいね、うん、道に完全にあるし、はい、7個どころじゃないよ。だって7個目くぐったらし、そうだよ、呼ばれて死んでしまう。いや、聞こえないな、うん、はい、ということです。イヤホンでちょっと、はい、見てみましょうかね。はい、はい、うん、7個どころじゃない。だって7個目くぐったらし、そうだよ、そう、呪われて死んでしまう。あのね、本当に小さくね、うんって言ってる。うんって、確かにね、聞こえているんですよ。ただね、この後にですね、はい、ないのかな、ターチャイがね、そうだよ、呪われて死んでしまう、聞こえてるね、気づいてるって反応してるんですよ。すごいね、あんた本当にすごいでしょ。すごい
もうこの頃からやっぱもう覚醒してすごいね。多分ね、そうな、多分実は、うん、昔からあったんだと思う。うんうんうん、だ全部そうじゃない？全部さ、うん、ターチャイって反応してるじゃん。うん。うんうん、今だと感じづらいんだけど、うん、とか音とかは、うんうん、現場にいたらもっと多分分かってたと思うね。そうだね、確かにね。入ってない音とかめっちゃあるからね。ドラマとか何も感じてないからね。全く分かんなかった。うんとか言ってさ、そうそうそう、その場にいるだけ。お人形、置物。かわいいね。じゃあ何、将来の夢で狛犬って書けば。ああ、いいじゃん、かわいいね。なんだよ、いいね、かわいいね、強いメンタル。ということでムーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いて2件目の視聴者清掃報告コメントは、はい、SS ランジ、ランギさん、ランギ、 SS ランギさんからの、はい、清掃報告コメントです。ありがとうございます。9分41秒、はい、パルマの前に一瞬オレンジの色の光が、まるで、尾の長い狐が立ちはだかっているような、というコメントなんです。狐映っちゃってんじゃん、マジ。じゃあやばいよね。ハキリヤグラぐらいの音がすごいしてる、うん、あえ、あるよ。うわぁ、嘘。オレンジあったよ。何、一応狐、本当だ、ついたのかな。オレンジありました。941でしょ、だって。うん、ん？あった。もう一回見ていきましょうかね、うん、あー、え、あるよ。うわー、あー、何？いや、見えた。え、待って待って待って、これスロー、ターチャイじゃなくて、めっちゃターチャイムでいい、うん、ついたの。あ、これすぐ来るぞ、もうすぐですよね。あー、あ、あるよ。うわぁ、うわ、これだね。うん、あ、これか。これオーブじゃないんだ。これターチャイだよね。これターチャイだな。じゃないですか。多分この動画のオレンジの狐の尻尾って言われてるのは、うん、ターチャイの腕だね。今のは完全にそうっぽいね、うん。まあ本当にパトラー先生も言ってたけど、やっぱ赤っぽいのが映るっていうのは結構まずいって言われてるから、ね、あ、まあその後にね、特に何もないっていうことは、まあそうじゃなかったのかなっていうことですけども、感じかね、よかったね。うん、SS、ランギさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで以上が、はい、今後の神社の清掃報告コメントなんですけれども、まあこれもね、結構いろんなコメントもたくさん来ていまして、はいはいはい、まああの神社のね、後ろに、うん、パルマが一人でコンコンライトを照らした時に、そこを照らす時だけ消えてしまうっていう謎の現象とかあったりとか、全く照らせないよね。うん、ちょっと怖いこともたくさんあったので、はい、ぜひぜひ概要欄に URL 貼ってくるので見てください、はい、お願いします。最後は有名ゲームの舞台にもなったあの廃集落。はい、続いて最後が、はい、竹集落。竹集落、はい、まあ、サイレン村と言われてる場所なんですけれども、はい、うん、これはですね、うん、ゲームのサイレンの舞台になった場所なんですけれども、はい、なるほどね、まあね、僕とパルマとビー玉の3人で、うん、はいはい、ここもそうだ ね行きましたけども、はい、すごかったね。すごかったよ、ここ、うん、まあ、噂的には、まあ、そんなにあるところではないんですけれども、うん、まあ、浮遊霊がとてもいるという、うん、もううじゃうじゃいるっていう場所なんですけども、うん、まあいてもおかしくない、廃屋だったりとかいっぱいあったもん ね最初変なとこから行ったもんね、うん、我々は、まあ、こちらにも確かに、ね、たくさんの清掃報告コメント来てますので、はい、見ていきましょう、はい、まず一つ目、うん、ナッキーさんからですね、ナッキーさん清掃報告コメントいただいております。ありがとうございます。5分11秒、はい、床下の隙間に猫の目のようなものが覗いています。ちょっと怖いですよね。めちゃくちゃ怖い。見ていきましょう、はい、本当だ。太鼓吊るされてんじゃん。本当だ。入れんのか。ここですよね。うん。もうちょっと前かな。まあパッとは見えなかったね。本当だ。入れんのか。どうですか。この下じゃない？床下だからここなんだと思うんだけど。うん、床下か。うん、まあここ確かになんか覗いてるみたいな感じはちょっと見えるけど、まあ、そういうふうに見えるだけって感じなのかなっていうね。確かにね。
まあ、これは多分そうやって見えてしまったのかなっていう映像ですよね。っていう感じかね。ナッキーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いての接続コメントです。はい、うん、続いて、黒303。はい。黒30さんかな。黒33さん。はい、はい、からいただいてます。はい。12分41秒あたりに、ウェーみたいな声、みたいな音が聞こえますが、何でしょうかと。あら。ウェーって聞こえるって。見ていきましょう。はい。うん、閉まってるから多分もうやられてないんだよね。そうだね。昔はここでやられてたってことだね。おお、よし。なんだ今。え、うん、うわーってね、聞こえるよ。言ってたね。え、これ人の声じゃない？さすがに。いや、はっきり聞こえすぎじゃない？聞こえてる、聞こえてる、完全に聞こえてる、うん、やられてないんだよね。そうだね。昔はここでやられてたってことだね。え、マジで何？マジで何？なんだなんだなんだ、これすげえ完全に聞こえるね。うん、おかしいもんね、だって変なタイミングだし。いや、完全に言ってる。結構怖い。うん、ウェーって言ったらさ、さすがにウェーって何とか言っちゃいそうだけど。いや、そうだね、あの感じだった。誰かが言ってたらね、言うよな。怖がらすなよとか言って ね、うん、ウェーってなんだよとか言っちゃうけど、うん、そうだよね。いや、はっきりだなぁ、すごいですね。すげえわこれ。黒さん、よく見つけていただきました。そうだね、黒さん、サジさん、ほんとありがとうございます。ありがとうございます。すごすぎる、これすごいわ、うん、イヤホンなしではっきりやで、うん、そうだね。まあ、このね、集落に関してもやっぱりその謎のさ、背景的にちょっと掴めなかったりするじゃん、時代背景が。なんかね、そう、よく分かんなかったんだよね、結局。なんかね、そっからなんかイメージを冷凍保存した場所みたいな感じだな。なるほど。形がそのまま残ってて、自転車とかも残ってて、うん、そう、残ってた。で、ポツンと人がもう急に消えたみたいな感じなんだよね、うん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 、急にタイムスリップしちゃったみたいな、ね、不思議な場所だったよね。変な場所だったね、うん、神社もあったしね、あとお地蔵さんね。あ、あった。そのお地蔵さんの首を持って帰ったりすると、その火事が起こってしまったみたいな、うんうん、返してくださいみたいなね、うん、あったよね。あったりとかするから、すごく怖い場所だったけども、うん、まあそういう怖い現象も捉えてますので、うん、ぜひぜひ概要欄から URL から見てください。お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、振り返りやっていきましたけども、いや、ボリューム満点だね。ボリューミーだったな。まるで T ボーンステーキのようなボリューム差だよ。合ってんじゃねえか。やめろっつの骨も、骨って、本当にね、骨やめろっつの。いや、すごいね。いや、すごいですよね。すごい、皆様が本当に優秀すぎるから。ありがたい話、ありがとうございます、うん、本当にね。まあ先ほども言いましたけども、下の方に全部の動画の概要欄ありますので、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。以上、おかすいでした。あれ12分95秒に、はあ、うわ、とんでもないもの映り込んでるぞと思った。それ普通だろ、そんな時間あったじゃん。チャンネル登録と高評価ベロリンティア。